運漫派の有力軍人である。後に、国民革命軍、新興成派に属した。別名は、学齢。自和子義美。同時代には、法典派の政治家で、国民政府時代に、新太夫市長などを務めた小赤具という人物もいるが、これは、同姓同盟の別人である。地主の家柄で、父は秀才である。小赤具は、 ラッタイラ両党小学堂を卒業後、1910年に、雲南陸軍工部堂第四期で学ぶ。1911年10月の昆明19期議では、革命派として参加した。その後は、東次、行の下で昇進を重ね、五国戦争や五方戦争にも参戦している。1918年、旅長となった。1922年春、 コアカグは、統次儀行から第二祖寺司令権前的副葬式に任命され、コヒンチンを倒して、党の復権に貢献した。この功績により、コア、天中鎮守試権改元司令に任じられ、昆明に駐屯した。間もなく天南鎮守氏に移動し、盲子に駐屯した。この時、龍宮も、長南寺期、李仙帝も鎮守氏に任命され、コと共に、 党廃下の四ンンジュ氏となっている。1925年、党次行の命令により、コアカグは、リュークモラと共に、高生省へ進行した。しかし、理送人ら進行制派の反撃にあって敗退した。その後、党が弟の党次をそれらを徴用して四ンンジュ氏の権限を削減しようとする。さらに、国民政府に逆らって、 独自路線を取ろうとしたため、子、竜らは反感を抱いた。1927年2月6日、四鎮樹氏は平変を起こして、東京大を下野に追い込む。3月8日、子和家具は、雲南省政府省、勤務委員会主席委員として、国民政府への忠誠を誓った。子は、国民革命軍第39軍軍長、竜は、 国民革命軍第38軍軍長にそれぞれ任命されている。間もなくコワカグとリュウグモとの間で主導権争いの対立が激化する。6月14日、コワリュウに先制攻撃を仕掛けて、これを捕虜とした。しかし、リュウハイカのロカンは、コンメイから脱出し、雲南軍でも、聖望の高かったコアキラを擁立して、コワカグへの反撃を開始する。 選挙不利となったコアカグは、やむなく、竜を解放し、一旦混迷を離れた。コアカグは、長南児木に加え、紀州省政府主席州西成とも連携して、竜への反撃を試みた。しかし1929年7月、コアカグは、完全に敗北して、雲南を追われてしまう。その後の、コアカグは、理想人ら進行制派に組みした。 反省解析の軍事活動にも参加したが、失敗に終わる。1933年から、子はドイツへ留学して、軍事を学んだ。1936年夏に帰国している。翌年に、日中戦争が勃発すると、子は、リノイル第5戦区の代理参謀長に任命された。その後も、各職を歴任している。日中戦争終結後。 コアカグは、一旦退役した。1948年、雪のり国民大会代表に当選し、理想人の副総統を当選のために尽力している。1949年2月、雲南出身の、第58軍軍長兼第11兵団、司令路道元の推薦により、コア、同兵団副司令として軍に復帰した。9月、コア、第58軍軍長となる。 その後、病のため入院したロに代わって、第11兵団を率いることになる。同年11月28日、厚生省姿圏で、小赤グは中国人民解放軍と交戦した。しかし敗北して、軍を殲滅され、ご自身も、銃弾を浴びて戦死した。去年56、ありがとうございます。